MBS ラジオをおきの皆さんこんばんは MBS アナウンサー上泉雄一ですさあここからは30分にわたりまして高橋洋一の特番と題しまして数量政策学者で開越大学教授でいらっしゃいます高橋洋一さんにお話を伺います 高橋洋一さんはですね東京大学を卒業された後大蔵省に入られましてプリンストン大学客員研究員そして内閣府参事官などを歴任されまして霞が関埋蔵金の公表ふるさと納税年金定期便などの政策提案されまして2008年に退官されましたさあ今回はですね高橋洋一さんの著書であります 日本国民のための明解政治学入門を中心にさあ日本の政治システムは一体どうなってるのかというお話をお伺いいたしました高橋佑一さんのお話お楽しみくださいさあそれではよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、高橋さんのあの政治学入門という本を、はい、読ませていただきました、はい、これは本当ね僕あのちょうど今新人アナウンサーが、はい、ーのデビューした始まるところなんですけど、うん 世の社会人1年生は、うん、全員読んだ方がいいですねこれ。 本来であればね、まあ、憲法の話書いてるんだけど、はい、本当は高校で勉強すする話な正直僕もじゃあどこまで知ってんねんというと <laughs>、うん、もう恥ずかしいところもあるんですけれども今回お書きになって非常にまあ僕も改めて政治とはということも含めてね勉強させていただいたんですけれどもお書ききになるきっかかけ、ね、のんいつもその出版社の人がね編集者がいるんだけど、うん、なんかわかんないんですわかんないですっていろいろ言うんですよ。私に言って 来るからね、はい、いやこれ、憲法の話でほとんど、まあ、なん高校で習ったことだよと言ったら、うん、そ,それ書いてくれって言われるんですが <laughs> だから大体質問はそのなんかこの編集者が分かんないっていうことを私に聞いてくるんでね憲法って話すると、ね、すぐ、ねうん、まあ戦争放棄の話ばっかりでしょあれもあるんだけどね、はい、でも憲法のほとんどっていうのは、まあ、内閣とか国会のルールを決めてるのが多いんですよ。だ、はい、だかかららそこは、ね、すごく重要だから、うんうん 例えばね、衆議院解散したら、うん、あの、まあ、四十日以内に総選挙があるとかね。うん、憲,法憲法に書いてあるんだよね。全部そうなんですよ、ね。今だったらあれでしょ、うん、総裁選があって、うん、その自民党総裁選があって、次に、あの、衆議院解散で。衆議院って何人記よね、だから、いつか。 どっかで選挙しなきゃいけないし、そ,ねはい、それは確実なんですよね。はい、それでも解散したらどういう手続きになるかとかいうのを実は憲法に書いてある話なんですよ。うん、あの改めて憲法とはなんぞやっていうことになると思うんですけれども、うん、その憲法というのものを実は僕らわからないまんま毎日実は生活していることって多いんですよね。うんうん 大体国の基本ルールを決めてるだけで、うん、まあだから個人の権利だったらまあ人権とかそういうのを決めてるし、うん、あとでも分量が多いのは国会のルール、はい、あと政府のルール。 あと、裁判所のルール、これはまあ3件って言いますねそういうのルール決めてるのがほとんどですけどね、だからあのよく読まないで、読まないと、いろんな手続きがみんな分かんなく、私は分かんなくなってしまうんで,で、仕事上、いろいろと予測するでしょ、予測するときに、これからいつまあ衆議院があったとか、そういうのを前提になって予測するんですけどね、それは手,手順が分かってれば、必ずいつまでにやりますとかね、うん。 全部簡単にわかりますよでその憲法にも書いてあるんですけれども、うん、実はこの本の、ま、本当に最初の項目に書いてくださってるんですけれども「うん、この国で偉いのは誰なのか?」というお話なんですよね。<laughs> まあ それはね,ね石破雑誌に主権民っていうのがあるからそ<う>国民に決ままってますけどね,ねところが、もちろん国民、われわれに権利があるんだっていうことを分かっていながらなんですけれども、うん、でも、なんとなくいろんな法律に縛られてるとか生きにくいなとかと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんし、ねうんね、憲法では法律を作るのは議会で、うんはい、その構成委員との議員を選ぶのは国民ということなんで、はいはい、<laughs> だから、国民が選んでるんですよね。ね<え>選ん っ人が法律を作ってる、うんでまあ、選挙があると必ず選挙候補ってあるんですよ。うん、でこれは2ページか3ページぐらいのやつなんであの新聞みたいなやつなんですけどね、うん、ここに全候補者の公約が書いてあるんですよね。はい、であれ読めば差が 絶対に分かるはず読めばね読めばイメージぐらい読めばだって10分ぐらいで読めるんですけどね、はい、読めば差が分かるはずでそれで自分に一番フィットする人を選ぶってこれだけけなんですけどねあのそれこそうちの娘息子がねちょうど高校生になった頃に、うん、投票権が18歳になってきてつい先日ね娘が初めて投票権があったって言っても本当に普通の、ね、大学生なんで、うん、行くのかなと思ってたら、うん、なんか危機としてね。 でやっぱりあのどうですかうちの娘とか息子だけに限らず若い人の方が投票権 来たらね、行きたがってんじゃないかなと思うこと多いんですけどね。だって、あの、例えばね、A. K. B. 4 8って話が。はい。小選挙って話題に来たが、盛り上がるじゃない。なります。絶対に選挙って面白い。ね。で、あの、本当普段とか政治のこととか、何も関心持ってないんでしょうけども。なんだか、これ、どう、お父さん、どうやったら、広報って見られるのっていうから、いろいろ調べてきたら、お前ちゃんとあるよ。って、広報は必ず、各し、各、お、あの、家庭に配ってくれるでしょそうなんですよ。広報が見られなかったら、政権。 保で政権放送だったら今だったらアーカイブで一緒に見られるんでね。1>, あの1分ごとぐらいにまとめているのって、うん、例えばいろんな放送局の含めてあるありますよ。 で実は若い人とか投票の権利が生まれて初めてできたっていう人の方が実は面白がってという言い方もなんですけど、うん、言ってるケースってあると思うんですよね。そうねでもその後ちょっとつまんないから行かなくなっちゃうっていうパターンなであれは政治がねもったいないですよ。うん、さあそこなんですよ、うん、政治がもっていうふうに、んうん、つまんないってイメージがあるかもしれないけど、うん、あれ掘り起こしたら全然違うんですよね。 あのなんですか、ね、その政治をつまんないと思わせているのは、まあ、どこに責任があるんだって言うとすごくあれなんですけれども、うん、<laughs> つまんないと思わせてるのはの、うん、あのなんか政治ってうさんくさいっていうのがすごく大きいでしょ、はい、あのイメージが結構あってそれでもあんまり見なくなるっていうのは大きいような気がするんですけどね,ね<ー>だからあの今回ね、まあ、必ず10月か11月に総選挙があるんですよありますね。 よ <laughs>、ね、よく見たらいいんですよんそ,れでそれぞれに言ってることはみんな違うんだ同じ人なんて人もいないなですよね、はい、で今回ね書かれてるんですけども<え>本当に世の中の一般的なイメージとしてじゃあ例えば国会議員何してるんだみたいなことだったりとか、うん、国会議員って何か悪いことしてお金もらってんじゃないかとか国会議員って暇なんじゃないかとか、うん、みたいなことの思ってる方に全部うちはこの本の中に答え書いて,て、ね、ありますねあの国会議員はあのまあ 法律を作るのは仕事なんで、はい、国会で、あのまああの法律のためのあのまあ質問したりそういう仕事をしてるっていうのが基本なんですよね。うん、で、国会議員って結構身近でね、はい、あの各ち なんていうか選挙区に事務所があるから何、うんはい、だったらそこに電話するのが一番簡単なんですけどね電話すればね必ずいろんな答え, <laughs> 答えてくれるからあのなかなか国会議員の事務所に電話する人って、うん、なかなか意識高い人でいうか意識高いんだけど全然関係なくても電話したら相手の国会議員の方の、ね、事務所の人から見ればね一個の票でしょ絶対に丁寧に対応してくれるに決まってるんですけど <laughs> <laughs> あの。どうしても例えばの 国会の審議に出ている姿とか予算委員会とかっていうのもテレビでもちろんやりますけどそこでのイメージが強くて国会議員の日常とかっていうものを多くの人が先生知らないんじゃないかなと思うんですよねだからそれ国会議員も悪いんでね今ねツイッターがあるんでしょだから例えば自分の一日の行動なんか言う人もいますけどいますよねそれだから事務所に連絡すると必ず分かるんですよこれ難しいですよね例えば あのこのご本の中にもあるんですけども実は本当に国会議員というのは大変な仕事でね膨大な数の資料をまあ読みそれに対してブレインストーミング会議をしてじゃあどんな法律を法案を作っていこうか。 やっってらっしゃるんですすよよねね本当まだからあの全部の国会議員見たら分かんなくなっちゃうかもしれないけど自分の選挙区の国会議員見るのはいいですよ。まあ、自分の投票のの行動につながるわけですから、ね、自分の選挙区の国会議員を見るまあ1人か2人必ず立ってるでしょ衆議院でしたら小選挙区ですから一応1人なんだけど 1>,、うん、1人落っこちても比例復活があるから、うん、でも2人ぐらい見ればいいだけね,ね、はい、2>, 2人ぐらい毎日ずっと何やってるか見ればいい。 <laughs> <laughs> でもまあそうするともちろん一生懸命やってる<う>国会議員の方がまあ本当に多くって。うん、本当にやってない人いますけどね、うん、何にも本当にあの国会にも行かないでって人いますよね、うんはい、それ分かっちゃうから。でまたそういう人って目立っってまあ出てて出きますよねポポコポコっ、ねうん、<laughs> そういうのを見てね、うん、あの私実は一個の会社あ,のある会社でねその国会議員を評定してる、うん という会社があって、これで、あの質問どのくらいしたかとか、いい質問したかとか、あと。書面の質問をしたかとか、あと法案作ったとか、そういういろんな観点で評価している。評価するような、あのエヌを一個思ってるんですけど。あの拝見しました。そこでね、あれですよ、毎回評価してて、あの全然仕事しない人もいますよ。一生懸命する、すごくピンキリ。あの、どうなんですか。イメージとして、あの、何割っていう言い方もなんですけれども。 先生のイメージではこうどれぐらい一生懸命仕事している人っ、まあ、率直に言うとね、すんごい一生懸命った2,3割あ<ー> <laughs> あ、あとあとまあこの割はまあ普通にやってて、うん、まだ会社と一緒ですよ。あと 2, 2割ぐらいはなんもやってないってそんな感じですよ、ね。<laughs> でも国会議員で2割何もやってないって結構多いイメージになっちゃうんですよね。かそ,れそれでちゃんとあの選挙民が評価したらよろしいんですよ。でこれがまたこのご本の中にもありますけどね。うん、えっと自分の一 発表では変わんないんじゃないかっていう議論っていうのが結構ねよく出てきますよね。 例えばね、横浜市長選挙なんてね、全く無名の人ですよ、全く無名の人ですけどね、あの人はあれですよ、野党系が集まったって、それであと保守系が分裂したっていうのもあるかもしれませんけどね、もう8時ちょっと過ぎに当確ですょ、瞬殺でしょ、それであれで結果的にはね、菅総理が押している候補者を落っことしちゃったけですよ。ああれれだ一票はでしょもう民意 だから民意としか言いようがなくて、これは多分政局になりますよだから私はツイッターでね、あるその候補者が、当確が出たでしょ、次に内閣の倒れる当確になるって書いてある。当確当確で。当選確実が内閣を倒す当確につながりますよ。特にこういう選挙が近づいてくると、余計にこの風みたいなものを含めて気にする一票ですよ、みんな。 だから意外と自分の一票は変わらないじゃないかと思っている方もいらっしゃるかもしれませんけど一 <laughs> 票が変わるんでしょ。結局千票か一票の積み重ねですもんね。一票がなかったら変わらない、ね、でも今回になってもうみんなあの四カの市長選挙なって普通はどうかよな話でっていうことになったんですけども、うんはい、これで大騒ぎですよ。 あの実は今ねあの収録をしているのは8月23日まさに選挙になった次の日なんですけれども放送がこれ9月19日なんでんいや大丈夫なんです、うん、この頃には実は大きく世の中変わってる可能性ありますよね自民党の総裁選でしょ、はい、あの9月30日までに必ずやらなきゃいけないから自、はい、民党の総裁選のスケジュールにちょうどなってて、はい、そうすると 自民党の総裁選に今回の結果、うん、菅さんが出ない可能性もありますよ、うん、お近くにもいらっしゃったと思うので、うん、お聞きしたいんですけど、うん、菅さんっていうのは高橋さんからご覧になってど,どんな方 <laughs> まあ率直に言うとね東北の僕とつな、うん、あのおじさんですよだからあのほとんど言葉で喋るのは得意じゃないですよね。 あの東北の人だからあのもう喋らない、まあ、だから私会話してても1時間ぐらい一緒にいてもあんまり喋ったって記憶ないですし逆に言うと力は終わりだというイメージですかね<え>あの聞く力は終わり聞いてるのは聞いてると思いますけれど、うん、あのそれは私も分かんなかったけどまああのななんかなんか雄弁にね、うん、ずっと政治家の人って雄弁に話す人多いんですけど、ね、全くそうじゃない。 うんほとんど喋らないってあの国会議員と特に政治家の人って、ね、やっぱ弁が立つ方っていうイメージもすごくあるんですけど。全然違う 多分だから演あでもやはりずっと叩き上げで、うん、一刻の最までで上り詰めたわけですよねそれはだから雄弁、うん、で人を引っ張っていくってパターンと、うん、あのなんか根回しとかそういうのがうまくてやっていくタイプでいろいろあるんですよ。うん、だから、まあ、それはだからどちらかというと根、まあ、回しとか組織をうまく掌握しながらやってくる人ってそんな感じですね。 あの僕らも全然直接お会いしたことないですけど官房長官時代の菅さんって本当にあの生き生きしてたという圧があったイメージっていうことすらなんか感じるところがあるんですけど総理になった途端にガラッとなんか雰囲気がお変わりになったのかなという気がするんですけど。 もともとあの喋らない人だから、そんなに違いはないんですけどね、うん、あのだから官房長官は、もうあの喋ること決まってて、質問も決まってるから、それで喋ってたと思いますけど、それ以外は、あんまりもともと喋らない人じゃなかったですけどね。それで言うと、総理になって、自分のメッセージを発せなければならない、うん、発さなければならないとなった時点に、実は得意じゃない、うんうん。得意じゃないですね でも歴代の総理にそういう人もいましたけどね、うん、あんまり自分の言葉でしゃべる人じゃないって人はいましたけどね。あの 日本人っってどっちが好きなななんんんでで、ね、ですすかかかいいよそそれはあの,その時によるんじゃだからあ,のあんまり喋らないけどそれが効果をもたらえる時もあるけれどでも今回コロナがあったんでコロナっていうのはちょっと特殊な要因だと思いますけどね、うん、コロナがあったから要するによりメッセージ出さなきゃいけないっていう時にそこはあんまりできなかったっていう感じがしますけどね。うん、あの本当今日お聞きしたいことたくさんあるんですけど、うん、まずはじゃあそのコロナのね、うんうん、関連の話をずっといくつかお話したいんですけど、はいはい、例えばこのご本人 本の中にもあるんですけど、例えば日本でいわゆるこの戒厳令に近いような法律をまあ出す出さない。ありましたよね。緊急事態宣言より、もっと強いものがいるんじゃないかみたいな。ロックダウンとかね。ロックダウンという話ありました、うん、で。 えー、高橋さん、日本の法律、憲法の仕組みの中では、ロックダウンというのはすごいできない。うん、あの、英語の意味でのロックダウンはできないです。うん、英語のロックダウン点で必ず含まれているのは、行動の。移動の自由の制限となって、はいうん、だから、例えば、あの、まあ。その非常事態宣言っていうのは。うん あの英語で言うと非常事態宣言って、緊急事態宣言って言わないんですけど、はい、非常事態宣言の時に勝手に外出してたら、うん、あの警官が見つけたら罰金、はい、っていうのは、日本ではできないですねこれ、憲法の中に、それができない,い22条に行動の自由ってなのがあってね、はいうん、だからどこの国の憲法でも行動の自由ってのがあるんですけどね、はい、それで緊急事態の時にはそれを制限できるって時には、憲法の中に緊急事態になったら、それを制限ができるって規定がないと、なかなか難しいですねと、ね、ころが、えー、日本の場合にはそれがないのでない。ないです 例えばこの 枠の中じゃなくても、例えば次元立法みたいな形で作ればいいんじゃないかという話もありました、うん、ね要するに憲法に抵触しちゃうから、うんうん、だから22条のこの行動の自由をね、どのように制限するかって話だから、うん、その十二憲法上の規定を制限するためには、憲法上に規定がなきゃ、はい、だめだ、憲法上の中に、なんか、うんまあ、行動の自由は絶対必要だけど、うんまあ、緊急事態の時には、それと違うことができるって書いてあれば、うんはい、それに基づいて法律が作れるんです。 ね、だからいろんなその形で何とか、うん、えと法律を解釈をしてできないかなとみんなが探ってたところもあったんですけども。い やっぱり日本の今のの仕組み中でではきない他国の憲法を見てもちゃんと憲法の中に規定がありますからねだからできると逆に言うとねこんな解釈でねこんな重要なことをねやっちゃったら危ないですよだからコロナの時は100歩譲ってそれが良かったとしてもじゃあ他にもっと有事になった時に同じことが起こるかもしれないってことですよねだからそれはそういう時に備えて憲法上の規定でやっぱりこれは有事法制って言うんですけどね緊急事態条項を作れるという規定があればねそれに基づいた法律で ちゃんと議論でできるでしょ、はい、ここまでやここまで悪いと。はい、その時に勝手にそんな規定なしで、はい、一存のね、うん、あのなんか総理の一存で勝手なことされたらこちの方が大変ですよで今もちろんこういうコロナの状況だからやむなしと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、いざこれが世に平場になった時に、うん、やはりその緊急事態条項みたいなものが生きていると。うん これはまたおっしゃったように、いろんな解釈ができるわけですよねだから、憲法上で規定があればね、うん、まあここに基づいてまた法律作りますよ、憲法の規定だけでは法律はワークしないから、うん、実際の法律作るときに、こういう場合どうの、こういう場合どうのって、これ、平時でやるんですけどね、うん、きちんと議論できて、そうすると、ここまではいい、ここまではだめって、はっきりするじゃないですか、うん、そういうふうにはっきりしないと、国民としてはなんて、心配でしょうがないですよ。 でえー、この碁の中にも書いておられるんですけど実は日本の憲法というのは書い、えー、て改憲をするのに非常にハードルが高い。い 仕組みとして法律高いらしいですね。もう世界で一番みず難しいです。ね、だから要するに戦後一回も改正しない憲法って日本の憲法がしかないんですけど、ね、他の国でいうとどんなに国だって十回ぐらいやってますよ大体。それ一回もやってないでしょ。だからものすごくこういう時に大変になっちゃいます。まあ一つはやはりその例えば九条と言われる非常にデリケートな戦争の放棄平和憲法と言われているところなんですけれども、うんうん、そこに対する思いが強いというのはありますよね。うん、そうですね。うん、だからまあ。 私実は第一安倍政権の時に内閣にいたんですけどね、うん、その時に憲法改正の手順のための法案を出したんで,、はいはい、で憲法改正手順の法案ではね、うん、条文ごとになってるわけ、はい、だから9条の改正っていうのはやろう,と思えやろうと思うと9条ですって言わなきゃいけないから、はい、だから今回は9条以外のところでね、うん、例えばそのさっきの国会のルール内閣のルールの中あと個人のまあ自由の中でもねこういうふうな緊急事態になったらちょっと別の法律は作れるって規定を はやれればこれは憲法9条と関係ないんですよねはい、はい、そういう提案をしてもいいとは思いますけれどうん、うん、そういう提案がしていいように憲法の改正手順法を作ったんですけどね、うん、これ全然法律ができたのに議論しないんですよ<う>国会の中で。<と>もう憲法改正は嫌だっていう人がいてもうとにかく議論する場にのの出てこないんです。 これはあのすごいですよねこう憲法というものが一つあった時に何があってもその話すらもうしないという組の方から、うん、それはだから極端に言うと安倍による会見さ許さないって言ってまあ野党の人言ったんですけど、ねうん、安安倍倍による会見さんも辞めたんだけどってて言うとそれでも出てこない <laughs>、えー、まあまあ本当に全くアンタッチャブルという方からまあ非常にまあ会見ということに対して進んでいる方これ本当に世論とか国民の、えー、まあ僕も国民なんですけど感情はどっう どっちなのかなと自分自身でも思うことがすごくあるんですよねまあこういうのだからあの総選挙の議題になればはっきりするでしょ、うん、どっちが多いかって多分傾向するかもしれませんけどね,ねどっちが多いかは分かるでしょう、うん、だからまあ一方で例えば一つ何か憲法に手を加えた ということが事実が発生することによって、うん、いろんなこの改憲に対してのステップがね、うん、進んでいくんじゃないかっていう思いの方も多いあ,あるかもしれませんね,ねただ世界でね一回も改正したことない憲法ってもうほとんどこういうのってね時代とともに変えないと古くなっちゃうんですけどね、うんうん、もうだから日本の憲法ってもうオー,オールドオールドすぎてっていう感じで言われますけどね、うん、だから本当対応できないんですよねこれ例えば 高橋さんはどういうところにこの今の憲法が硬直している原因みたいな終わりもともと GHQ が改正のためのハードルを高くして実は衆参ともに3分の2以上取ってないと発議ができない発議ができなかったも改正もないんですよね、はい、で発議した後にさらに国民投票っていう二重に生かしてるんですが、はいはい、こんな憲法はほとんど他の国にまずないですけどね、うん、だからこれは GHQ が絶対改正させないように、まあ、仕組んだとしか言いようがないような憲法なんですよね。うんうん うん、そこここが世に押し付けられたところみたいなんで,、ね、ですよ。どうやって改正できないんだ。 うん。で、G.H.Q. の狙いとすると改正をできないようにしたかったというのは改めてどういうところにあったんですか。あれはっきりしてすごく早く作っちゃったから失速だったと思いますよ。で、ええ、うん、どう考えたってこんなに先まで読んでなくて、うん、あのもうパッと作っちゃ作ってそのまま来ちゃったって感じはしますけどね。あの戦後かの混乱の中で、中でなんとか自分たちがこう統治するのに、うんまあ、G.H.Q. でほとんど法律の専門家いなかったですからね。うん、だから普通の法律の専門家がいれば 例えいろんな国の憲法を見てそれと同じように作るっていう作業があったんですけどね、それは全くなかったみたいですね。うん、これ難しいですよね。例えばこうどの時代でも100年先を見据えるっていうのは難しいとは思うんですけども。難しいですよ。うん。ね、で、でも当時あの戦後の混乱の中で何かを作らなきゃいけないとなった時には、うん、まあ、えー、それこそもう本当特権工事で作んなきゃいけなかった。そ,ね、その時に専門家であればね、あの要するに他の国の憲法がどうなっていくか。 って言ったかの調べて、うん、だいたいそれに合わせてやるっていうのは普通だと思いますよ。でそれもなかったですね。でこの後まあ時代も進んでって日本も戦後復興を進んで高度経済成長を迎えましたとなってくる頃にさあじゃあいざそろそろ時代に合ったものに変えていこうかとなると。うん 最後やっぱりその会見のハードル、仕組みとしてのハードルが高かった。手続き上のハードルが高すぎて、もうできないっていうレベルになっちゃってますね。うん、でもこれ手続き上のハードルがこう今も高いまま減損してるということはですよ。うん、今後まあおっしゃるように三分の二、常にあの選挙の時には三分の二っていう数字ってのは大きく出てきますけど。大変ですよ。 とというここは未来れだからあのうん本当にそれでいいんですかとこれここの規定はみんな憲法に書いてあるわけ <laughs> <は>い。<laughs> 形式的にはね国民が納得してそうなってるってことなんですけれど今回のコロナ見たくなると本当にあの諸外国の方がねまあ行動規制してロックダウンするでしょそれを数値を100とすると日本はねもうほとんどできないから大体50なの。 これでいいいのかと正直言って思いましたけどねであとは一方でその戦前のまあ忌まわしい記憶ということになるんでしょうかね、うん、試験制限に対するその国民感情というか、国民性みたいなものもありますよね。あります かうん、だからこれも、まあ、どこまでを認めるかって話ですけど、はい、まあ緊急事態のための法律を作ったらその手の議論、うん、ここまでの治験性がひどいんじゃないと議論はできるんですけどねの、うん、<laughs> そのための,あの憲法上の根拠がないから平時に緊急事態の法律を作るって議論すらできないわけ。うんうん <laughs> れで議論できなくてそれで最近になってロックダウンが必要だとか言われるけど、うん、こんなの1年前からもでき議論できない分かってたでしょと私は思いますよ。で今の法律の中だったらもう我々の行動を制限するのはもうこれ以上のことはできないわけですよね、うん、自粛しかできない自粛ってね英語で言うとボランタリー・レストランってやつでねボランタリーなのだから法律の罰則ないからだからあのバッハさんが日本に来た時銀座に平気に行くんですよ。で、うん、英語で説明聞いたらねボランタリーかあ,あそうかってそれでおしまいなんです つまり自粛なんだから別に行くんだったら行きゃいいじゃないかっていう、うんだ。だって英語で説明しちゃうとボランタリーレストランっていう言い方するから、うん、ボランタリーっていうことはやってもやるやんないが本人の自由っていうことです。<laughs> いやすいませんでもあの周りがすごい見てはるんでちょっとやめといてもらえませんっていう日本ならではの,この肌感ってあるじゃないですか。あ英語でで説明すするとかかかかかんなかないいねだだだっってて罰金ががあののの聞くだけですからだからもう根本の考え方が違うわけ ですよね。ああ、それはだから誰がお願いするのってまず聞くし、政府お願いするのででも破ったらどうなんのって聞くんですよ。はあ。だか破っても罰則罰金がない。あじゃあ自分の責任ですですかって聞いて、それでそうとしか言いようがないんですよね。うん。なんかあれ無理ですよ。外国人にあれ頼むって言っても。<laughs> あの空気読むとかっていうのはないんないです。<laughs> <laughs> だから我々もこういろんな情報というか報道を見な,、まあ、見ながらとか伝える側でもあるんですけど例えばその自粛っていうものと一方で。 例えばその国からの給付金みたいな保証みたいなところってありますよね。はい、このバランスってのはこの2年ぐらいみんなどのバランスなんだって思いながら実は生きてましたよね。生活してましたよね。そうですね。うん、もうあのお,お願いしかできないから、まあ実は私政府の中にいたから、はい、すごく補給金はたくさん積んだんですよ。うん、お願いしかできないんだからこれを、うん、あのやってもらうためにはお金がすごく必要だってそういうロジックでね、うん、すごく補給金は積んでるあるあるんですけどね。うん、でも本来の普通の国ですとまあやったらいけない。 とといいうう罰金金のと給付金でバランスなんですよ、うん、でも日本は罰金が取れないからもう給付金だけ弾まざるをえな,な,なかったっていうのが実態ですけどねあの実は高橋さんに今日どうしてもお聞きしなきゃいけないのはその発言の中にあったそのさざ波というところがねあ<ー>一つあの大きく取り上げたところがあるんですけど実はあの今おっしゃったようなところがこの サザナミってたんですいうのはだから海外と比較すれば波があんまり大きくないっていうのでこれで医療崩壊っていうのはおかしいでしょってそういう意味で言ってるんですよでも日本で医療崩壊っていうでしょ結構おかしいなと思ってだから例えば外出制限とかそういうのがないからこういう話そういうのにも出てくるのもあるしねだから要するに私いつも海外と比較して話するだけなんですよ別にややスッすの全くなくて客観的なファクトだけを喋っててで私は海外との話が結構多いからで だいたいこの手の話って世界でだいたい似るんですよね。うんうん、似た方のが結構楽にできるし、うん、これでいろんな国のあの失敗とか成功もわかるでしょ、うん、で、そっちの方が楽なんですよね。うん、あの、いろんな行政運営上だから、そういうことを、うん、で海外の視点をよく。 出す方なんでうん、うん、それで見てるから憲法の話もちょっと違う言い方になるのかもしれませんけどね例えばその海外でもまあもちろん日本より先に大きな感染爆発を起こしたところがありました、ええ、で例えばイギリスなんかそうかもしれませんけれども、えええー、そこでロックダウンをがっちり起こしてやって、うん、えと行動規制をしました外装をしなくなりました、うんうん、やっぱりそれによって効果というのは得られたわけあそこそこねあの完璧じゃないですけどねでも大体どこの国もロックダウンしてじゃないなかったっていうのが実態ですよね。ロックダウンしればある 下がってるうちにワクチンで抑え込むっていうのは普通の戦略ですよただおそらく今世界中で日本だと第5波とか言われていて海外でもある程度ワクチン2回進んでだからね感染者を見ると日本って多分ね G20 の中で4番目ぐらいに少ないんですよ。他はもっと大きいんだけど感染者は増えてるけど他の国ワクチン打ってるから死者はほとんどないですよ。 あとあ、大きな病院の受け入れ側の問題にもありますよ、ね、あこれも、うん、あのもし戒厳令があれば、うん、あの指揮命令っていうのを、あのまあ、例えば総理とか知事がしてね。うん 強制的に受け入れるとかいう言い方できるんですよ。でも日本って、そういう指揮命令がないから。できない。うんうん、<laughs> だからもう情けなくなりますよ。だから日本は病床多いんだけど。うん、なんで日本は感染者数大したことないっちゃいけない。世界と比べてね。うんうん、日本の中では大変なんだけどね。うん、世界と比べて少ないのに、どうして。病床逼迫するのかって、海外の人が聞かれるとうん、うん、困るんですよね。こ、うんな、うん、の。病院に受け入れて、命令、命じればいいじゃないのっていうのが普通の感覚です。でところが、その命令をできるっていうことがで、することができない。できないから。 どこが大変なんですよ。 あの実は病院とかの施設を抑えることあのえっとここは病院にしますっていうことをで宣言はできるんですけれども、えー、受け入れてくれと受け入れたらね、うん、ちゃんとお金出しますからっていう制度がもし命令が指名令があればそういうことできるんですよ、うん、で大体ねあの有事になると海外はやるんですよそれはでも日本はできないからもう大変ですよ、うんうん、だからこの間はあの要するに去年は1.5兆円ね、はい、要するにこの対策のためで費用をつけたんですけどね、うん、医師会の方は使わない、はい、それであとさらに ちょこっと病床を増やしてくれたらこれ1兆円ってねやったのとはい、はい、これでちょっと使ったんだけど、うん、患者受けれないとかわ、うん、わけかんんないんですよこれ例えば、それでいうと、ねうん、まあ今回に関しては菅さんのリーダーシップみたいな話とかもあったじゃないですか。といのリーダーシップあるなしという問題もあるかもしれませんけれども例えばこういった感染症の場合日本はそれを制御する仕組みがやはりまだ高さん、整ってないという見方がいいリーダーシップ以前の話で権限がないから言えないっていうのが。 正しいですだからこれリーダーシップ作れっつったって言えないだろっていうのを言い方になっちゃうんですよ。やっぱりねあの勝手に言えないんですよ。まあ政治家ででたためにボーンって言う人もいますけどやっぱりいろんな行政を考えた時に持ってる法律の権限とかそういうのを裏っかんないときちっと言えないんですよ。で、まあ、菅さんは、ね、そこら辺はね結構言わない方の人だからうもうその今のリーダーシップ発揮しようっつってもできないだろっていう感じになっちゃってる方で例えば総理が <laughs> 会見に立って、俺たちやりたくても仕組みがそうじゃないから、できないんですと、なかなか言えないっていうのもありますよね。まあ、そういうふうに言う人もいるんだけど、<laughs> 菅さんはそういうことは言わない。あ、結構ね、あの我慢する方の人なんだろう。東北の人だから。<laughs> まあ、一方で、例えば、その特に、この一年ぐらいそうでしたけども。各都道府県の、えー、知事さん、いわゆる首長と言われる方たちっていうのは。うん、まあ、独自で、ね、結構メッセージを発する方が多かったですよ、ねまあ。それは、だから、あの、例えばね、うん、あの、なんかね、えっ、ー、と、大阪とかね、そういう。 のだとね、これはできないんだとはっきり言っちゃうでしょ。そ,ね、それではね、<あ>これ人によるんですと私思うんですよ。うん、私東京から来てるんだけど、遠く、うん、の人って案外我慢する方なんですよ。<laughs> <laughs> だ,まあ、だから結局そのまあ都道府県の知事さんなりの,そのまあキャラクターによるところが性格によるところが大きいということですよね,ですね、えー。でも口で言っても権限ないとなかなかできないから、うん、あのなんか医師に受けるのっつったって医師会の方が嫌だっつっちゃったらもうやりようやよよがないんですよね、うん、そこはだからうまい協力関係作ってたらうまくできるかもしれないけれど、うん、でもなかなか国の中で全国一律にやるのは難しいから、うん、あれですね権限があると非常に簡単は簡単ですよ。うん 情けないことにね病院に対する権限が何にもないっていうのは実態ですよ。 まあ一方で本当この権限という言葉に対するこのアレルギーみたいなものっていうのがやっぱりこう脈々と受け継がれてるところってのはありますよね。うんえー、よねだからそのアレルギーがあるのとあとリーダーシップとれてもうまた先見たくなっちゃうからこういうのは選挙できっちり決めてどっちの方向でいきましょうかって決めていの法律作ってその法律を作る段階で議論すればいいんじゃないかと私なんか思います。はっっっきりりどどどちでででももいいいいんんんんすすけけねここ<う> <laughs> このののやっぱり日本の国民性のいいととろうううたくさんある思なかそれを うまく生かした日本ならではのこの政治なり国の仕組みみたいなものってのはできないものなのかなというふうにも思うんですよね。うん、そうですね。ただまあね、うん、あの最近あの世界との国が多くなってるから、はい、あんまり違う制度だとちょっとやりにくくなってるのはあります。だから例えばワクチンパスポートなんてのは日本の国内で反論、うん、反対もあるんだけどうん、うん、あれなかったら正直言ってビジネスで世界に行けなくなっちゃいます。うん確かに そうするとせ、うん、世界中のルールっていうのと似てる方が実は結構簡単は簡単なんですよ。本当に今、われわれもそうですけどワクチン2回打ってる方でも日常では基本マスクをしてもちろん、えー、ワクチンを2回打ってもこの感染するう恐れというのはありますしでもワクチン打ってない人より十分の1ぐらいですけどねうん、うん、ありますけれどまずあの重篤にはなかなかなりにくいです<ー>ですから2回打っててマスクっていうのは人にうつさないためにはエチケットは私必要だと思いますけれど。うんうんうん それでも例えばいい一律の外出自粛っていうのはいらないんじゃないかなって気がしますよ。ああのー、本当に今今回ねお書きになったその政治学入門の中にもこうやっていろんなことを書いてくださってるんですけれども、まあ、我々メディアに対してもまあ厳しいメッセージも出 <laughs>、ま、しておられるんですけれどもいや僕ね先生の言ってること分かるんですよその一部を切り取るケースってあるなっていうのはね もうすんごい切り取られたんでね。<laughs> <laughs> だからもう,<や>あもう自分のリスク管理なんですけど、えー、自分で YouTube 番組で全部喋るから<ー>切り取ってもこここっち見てくれってそういう言い方になっちゃう<や> <laughs> まあ、ね、切り取らないとあのね全部言ってたらもう時間が尺干間に合わなくなっちゃうっていうのは分かりますけどねだからなるべくあれですよね私自身もいろんなメディアをっていうかね媒体を持ってるからあのここはこういうふうに全部言うのは全部言うしうというふうに分けてますけどね、うん、あの今だいぶねオブラートに包んでくださってるんですけど、うん、結構 あのその後の国民のための経済と財政の基礎知識にはもうかなりあのリテラシーが低いマスコミっていおらんもあるぐらいあのまあ広くマスコミに対してこういろんなメッセージもね 昔はマスコミだけだったからね、私、役人にしてたでしょ、マスコミ担当だったんですよ、だからその時にね、餌をまけって言われ方なんだけど、マスコミ、ネタをまくとて、そのまま全部書いてるの知ってたから、これはもう、だから役所がまいたネタっていうかね、それをそのままだって知ってて知ってるんよね、だかある意味できちんとしたことを喋ろうかなって、いつも自分で思ってますけどね。でもマスコミってそうやってね、私、統計学が専門なんですけど、統計学ってのは全体の傾向をつかむのがあれなんですけど、それに異常値っていうのはあるんですよ、 必ず100個に1個くらいあるんで、はいはい、がその異常値をマスコミは結構捉えて説明しますね,ねそっちが面白いから。でまあ我々もそうなんですけど、うん、広くマスコミといわれる記者の人にもすっごい勉強してる人から、うん、そうでない人までいるのも正しいそうだと思うんですよ。で,、ね、でやっぱりそのそうでない人の <laughs>、えー、例えばやり取りみたいなところがあってマスコミもっと勉強しろみたいな話にこうなってしまうというのは <laughs> <laughs> マスコミでしたっけ昨日こんな方がお互い辛いところがあるなというのはありますよね。 ねまあ,あの私役人の時にね、うん、全ての人のマスクの、まあ、うん、あの財務省の記者クラブの人と扱い やってましたけど私の基準から思うとほとんどネタもなってしゃべってるから多くの人は自分で調べてませんね日本の記者クラブ制度のあり方みたいなところにもきっとなってくるんでしょうけどね。例えば海外でしたらねジャーナリストの人って一応研究者と同じレベルなんですけど例えば日本ですとねちゃんと博士を持ってる人なんてほとんどいないしだからそこでもう私はいつも海外見てるんで海外の記者だと博士を持ってたりする人いるんでね。研究者になろうと思ったけどジャーナ 人になった人っていますからね。うそういうのから比べると、日本の方はちょっとねってういつも思っちゃう。あのう、僕海外のそのニュース番組とかがどういう形かわかんないですけど。例えば、今ニュース番組と言われるものと、まあ、世に言うワイドショー、情報番組と言われるものがあって。 特にこの情報番組とかになってくると、よりいろんな事象をわかりやすく、まあイラストとか VTR を使って <laughs> あの説明した,いしたいという番組多いですよね今。ワイドショーって海外にあんまりないですけどね。ねああいう形の番組はおそらくあ,あのあと専門家じゃない人コメンテーター出るってことはまずないです。うんうん,うんうん。<laughs> そこがちちょっと違ってます、ね、<laughs> 日本の、まあ。もちろん本当あのそこに対する賛否もまた視聴者の皆さんにも多くなって。うん 例えばなんかお笑い芸人に政治を語らせるなという方も。 いらっしゃれば普通のコメンテーターに出てくる人も、うん、ちゃんと博士号を持ってなかったら喋れるってなかなか難しいんですけどね、うん、それ日本ではそんな人いないですよね,ねだから日常連中聞いてると分かっちゃうんですけどね、うん、例えば日本だとなんかいろんな新薬の話でこれは聞くのになんで政府は認めないんだっていう言い方よくあるでしょあんなの結構簡単で、うん、あのそれぞれ知見つってサンプル出して統計的に調べるだけなんですよ、うん、でそんな話って日本で聞いたことないんですよ、うん、こんなのこういうサンプルでこういう知見だから認めないんだってこれだけ終わっちゃう 全然わかんないですね統計の話がテレビ局の人に聞いたら統計の話わかんないからってもうもともとマスコミの人が統計の話わかんないっていうのが前提になってるんですよ。海外ですとねピーチって言ってねこんなデータで簡単に説明しちゃうんですけどね普通のニュースでやってますよだからそういうのは全然違うなと思って事実は事実データならデータだけをしっかりと羅列していく。そっちのね でいろんな意見が出る中でまともな意見っていうのがだん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 と何、うん、て言うかなあの残っていくっていうのが一番いいんですけどね、うん、でこの話しますとね実はななななかなかなくなるんですよ正まあまあ僕らみたいなおそらく間に立ってる側になるんでしょうけども、うん、なんかこの話をしていいのかなと思っちゃいながらもってますけど。<laughs> いや本当に今 世の中の人って何を求めてらっしゃるのかなっておそらくマスコミといわれる永遠のテーマだったと思うんですけど本当にいろんな方が今メッセージを出せるじゃないですか、うん、出せますねそう技術上ね簡単に YouTube で自分の意見を出せるようになっただからね一口に言う世論って何ぞやみたいなことをすごく感じることがあります、ねうん、いや分かんないだから最後はあの選,挙選挙の結果しか世論じゃないんですよ <laughs> <laughs> この5本の中にもあるんですけどね、まあ、日本に二大政党制がこうなぜできないのかみたいなお話も含めてあるんですけど僕実はこの5本の中であなるほどと思ったのは例えば、えー、日本だと、まあ、じゃああの自民党というのがあって、えー、片こちゃん立憲民主党という野党というのがあって、えー、あった時に自分に100%合致する政党を求めることが実は難しいことなんだっていう。できないです。 できないんですよね,ね。人それぞれですからね。あの日本広しと言えてね、自分の意見の人を探すって同じような話だから。うん、いや、近い人はわかるけど、うん、あの、それ、同じのは探すのは無理です。で。ところが、まあ、今、おおよそこの小選挙区になってきた時に、二つ、うん、まあ、二大政党があった時に。どっちに入れるかとなった時に、どっちも嫌だってついつい思っちゃうケースが。あるんですよね。うん、でも、どっちがより近いかって判断できるでしょうか、うん。どっちが近いかはあるんですけど。<laughs> 違うな違うが多いな<う>でもそれだったらそれで危険するかはどっちか近い方にほんのちょっとでも近い方に入れた方,方がいいんですでぐ、ぐらい割り切らないとこの仕組みは成立しないんですよね。うん、よだからもうそんな同じの探してねどっちも嫌だって危険してたら本当にもったいないですよ。一方でこれ抽選局だった場合にじゃあ候補者の方がもうちょっと乱立してて、うんね、じゃあ7人8人いたらじゃあドンピシャの人いるかっていうとこれもまたね。いない,いですよ。 いいいね、それすらいらっしゃらないじゃ、いらっしゃらないんですけどね。うん、中小企業になっちゃっても、うん、そのドンピシャの人を選んだところで、うん、まあ。上の方でばらばらしてた、あんまり意味がないから、うん、だったら、もう、あの、割り切りですけどね。二、うん、つにして、どっちか近い方に選んだ方の、実は、よりまともだっていうだけですよ。うん、そのないものねだりは、あの、政治の場合ね、ないものねだり、ね、だりしてもしょうがないんですよ。それ、うんね、<laughs> はもうしょうがない。あの、本当に、あの、誰も意見いなかったら、唯一の手段は、自分が。 立すすることでだから実はあのそれぐらいのもんなんだっていうこともある程度こっちの中では理解しておかないとこの小選挙区の仕組みの中ではね投票行動が 難しいなというのをすごい感じますよね。ねまあ抽選局になったってもうどうかバタつけちゃうから、うん、あの一番ひどいのは自分が思ったところと全然嫌なところが一緒になっちゃうことも抽選局で,あり,んでありますよね。だからそういうことを考えたら二つのうちでより近い方に選んだ方,方がまだ後くされないっていうかね。結果あの自分かん私言ってないから関係ないやも違うんですよね。<laughs> 関係あっちゃうんです。関係ありますよね。後で法律が出てくるし、いろんな政策が出てくるからその影響を公募でその時に文句言ってもしょうがないんです。 小 <laughs>、ね、どさようにね自分が1票投じなくてもね、まあ、あのおかげさまでに日本っていう国の仕組みって幸せに暮らしてますよねね、うん、多くの方がだから、あのー、もっとこれが国の状況がとんでもないことになって出すの命が知れないとなってくるとまた変わってくるんでしょうけど。うん 変わってくるんでしょうけど。でも今回のね。コロナみたいな準優治だ有事だと思いますよ。そうですね。こういう時に有事になった時にどうなるかって。で結構ね。違いが出るんですよね。うんで、結構有事の時にははっきり言って政治家にお任せするしかないんですよ。自分たちの力ではどうすることもできないうん、うん、だから、その時に備えてね。一、うん、種で選んどくっていうのがまず必須ですけどね。そう さあ MBS ラジオ高橋陽一特番そろそろお時間でございます、えー、日本国民のための明解政治学入門は朝出版より好評発売中でございますまたよろしければ手に取っていただければと思いますまたこの番組 YouTube でも配信をしておりますのでもう一度聞いてみたいなというところお楽しみいただきたいと思います MBS ラジオ高橋陽一特番ここでお別れでございますお相手 MBS アナウンサー上泉雄一でした